ケラマジカは、クジラ玉、ヒズメベ、シカカに分類される日本ジカのアッシュ。日本の沖縄県ケラマ諸島に分布する固有アッシュとされるが、実際は、九州からの国内外来種と考えられている。ケラマ諸島の赤島、外地島、ゲルマ島及びヤカヒ島の4島に分布する。他に、ザマミ島、 トカシキ島でも観察例がある。日本国内で最南限に生息する野生自家であり、日本で唯一の亜熱帯性の夕日詰め動物でもある。亜熱帯島所型の生態を知る上でも、学術的な価値が高い。また、クジラ類を除けば、ケラマ諸島に分布する唯一の大型哺乳類である。なお、ケラマ自家は、島渡り、すなわち泳いで、 ケラマ諸島の格闘艦を移動することが知られており、実際に泳いでいる姿が目撃されたり、時には泳ぎ疲れて漁船に助けられたりすることもあるという。島渡りは主に繁殖期に行われる。また、現在、赤島、ゲルマ島、外地島の3島は、赤大橋などの道路橋でつながっており、ケラマジカも、その橋を渡って格闘艦を行き来していることが知られている。 日本国内に分布する日本ジカの7つの地域や種の中でも最も小柄で、オスの成獣で通常3 0ラム程度。毛の色も本土系の鹿より多少暗色を帯び、メスや小カの背中には黒い筋がある。頭骨及び角は本土系の鹿と比べて著しく小さい。頭蓋最大長を比較すると、オスで本州カの82%、メスで89%程度。 格は、おじかだけに生え、毎年3月末から4月にかけて抜け落ちる。角の内側には、顕著な古武状突起が見られる。本来は、夜行性で、夜には集落まで降りてくることもあったが、警戒心が強く、人には近づかなかった。しかし近年、赤島などでは、日中も、頻繁に浜などに降りてきて、人前に現れるようになっている。人が、 かなりの距離まで近づいても逃げない個体も見られ、新たな観光資源となっている。生息する島々はいずれも海岸が断崖になっているところが多く、繁殖期におけるオス同士の闘争などによって転落、死する個体も確認されている。ケラマジカについて言及している最も古い文献は、首里オ府フ編の琉球国由来期間4である。これによれば、数定年間、 直し金王子朝廷が、薩摩から鹿を持ち帰り、ケラマの小馬島に放したという。琉球国由来期には移入の目的は記されていないが、1875年に、ケラマを視察した、河原田るめの記録から、王府時代に、ケラマから藩王にケラマ鹿を献上していたことが、知られる。ケラマ鹿は、この時に移入された鹿が、野生化して定着し、 ケラマ諸島という当初の環境に適応して得意化したものとみられ、このことはその後の遺伝学的調査によっても裏付けられている。なお、南西諸島の琉球石灰岩の割れ目から、琉球寺カ、琉球昔キョンノロジカ、ミヤ都ノロジカ、その多数種類の鹿の化石が発見されていることから、南西諸島にもかつて固有の鹿類が生息していたことがわかっているが、 ケマラジカはこれらの系統とは異なり、外部から人為的に移入されたものと考えられる。ケラマジカは、外獣国内外来種としての側面と、絶滅危惧種、固有種としての側面とを合わせ持つ。ケラマジカには、農林資源への食害があり、自然林の地樹等への影響も懸念されている。戦前までは、ケラマ諸島の多くの島に、数多く生息していたが、 農作物への食害が目立ったために捕殺され、一時は友人等では絶滅したが、その後保護に転じた。現在もその食害により現地の農家には疎まれる側面がある。一方で日本国指定の天然記念物にも指定されている。ケラマジカは個体数が少なく分布域も狭いために絶滅を心配する声もある。日本哺乳類学会のレッドリストでは 気球は種に選定されていたこともあるが、環境省及び沖縄県のレッドリストには記載がない。現在は県や地元の小中学校によっても保護、研究活動が行われている。ケラマジカは個体数が少なく分布域がごく狭いため、干ばつや山火事などの偶発的な災禍によって急激に減少する可能性がある。 島面積が小さい上に急峻な地形を呈していることから河川がなく干ばつ時の飲用水不足が有料される。八カ島では同行の採掘歴層からの流出水に含まれる重金属類の影響が心配されている。沖縄セルラー電話が2005年夏の反則キャンペーン夏の英雄鹿フェスタの際にマスコットキャラクターとして登場させた英雄鹿は出身地は ケラマ諸島のとある島とある。ありがとうございます。